さあ今回は千葉県の船橋にやってきたんですけど、ジートピア、ジートピアさん来たかったんですけどね、1000円ってね、リーズナブル、まあまあ言ったらここ男性、ね、専用施設ですけど、ちょっとここで女を入れます女呼んでます女です、女みちゃこ、みちゃこ、昔ながらのサウナってイメージの感じ、そうですね、なんか洋風ヨーロピアンテイストの昭和の匂いがする、前っぽい感じ、そう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 、ね、でもここはめちゃくちゃいいサウナ、そうなんですか、俺も初めてやねんけど、あ、今回ね、みちゃこ側のチャンネルにもコラボとして出させてもらって、この前に六本木のチームラボのサウナで行って、おしゃれな感じ、おしゃれな感じで、みちゃこのチャンネルでそれぜひ見てほしいんですけど、で、その終わってすぐこっち来るっていうこのギャップみちゃこがまだ完全に整うっていうの分かってないから、また整うを、教えたいという、もう未知の世界です、でしょ、行くよこっちは、もう本当にこんにちは、お願いしますお願いします、今回お世話になる戸川さん、戸川さんちょっとお邪魔していいですか、水風呂がの水が、はい、地下水です、地下水、すごい、そう、井戸掘ってる工事の様子が、湧き水、お店の裏です、お店の裏から、この真下から、そうです、聞いてます、はい、どういうお水ですか、やっぱりいいでしょ、あ、柔らかい中軟水ですね、あ、中軟水、はい、いいですね、柔らかいので、今回俺ね、はい、前からやりたくて、うん、で、みちゃこに今回特に経験してほしい、はい、ウィスキングなんでよ、何ですかウィスキングって、ここに写真置いてるけど、これ白樺で乾燥させてるやつでビフィタって言うんだけど、はい、これを使って、はい、こういう世界観私たちもこの白樺スポーツさんっていう団体から、はい、実は技術を学んでまして、はい、で師匠です、いわば師匠なんですよ、ウィスキングの手だれの方たちですよ、全然初体験なんですけど、そうだから今日はもう初体験初体験ですね、はい、戸川さんはウイスキングは、あ、やります、あ、施術仕様で、はい、なるほど、じゃあ今日戸川さん、はい、はい、私ともう一人、なるほど、やってもらえるんですか、はい、はい、ウイスキング、ウイスキングやるよ、わかんない、整いを先に知って2本目にするわ、だからウイスキングは、はい、はい、もうどっちも初めてすぎて怖い怖い、整うのも怖い、もう怖いこんな状態です、さあ、着替えました、着替えました、はい、似合ってるね、サウナハット、ちょっとこれ買おうかなと思ってきたんですけど、欲しくなってきた、欲しくなってきました、みちゃこのチャンネルの方で一番最初にサウナハットにしたらめっちゃ笑ってたのバカにしちゃったんだけどねえ、バカにしてただけ言うかな、今やけど、や、今は欲しい、まあ、ここ普段はもう本当女性が入ることない、はい、そこやねんけど、テルマエ感がすごいな、なかなかないですよ ね、 ね、サウナの順番で言うと、入ったらまず、体を清める、まあ、洗う、清める、洗う、シャワーとか、うん、で、体を拭く、拭くの大事ね、これもマナーもあるし、拭いた方が汗かきやすいというのがあるから、で、水分しっかりとって寒い室に入る、じゃあマット持って、マット、はい、この上に座る、見て、普通さ、2台目のカメラの人ってうまいこと映らんようにするよ、関係ないじゃん、しかもだいぶ前から入ってるから汗でしょ、どうか、おお、熱っ、熱い、熱いよ、何度ですかこれ、うわー、すげえね、112度、一番高い今までで、うわー、熱い、あー、すごい、すごい、ちょっと曇るね、初めての、うわー、2回ぐらい熱いですね、皆さんの中では
サウナの中でも暑いセッティングですよね、うん、そう顔でも顔にちょっとタオル巻いたらマシやろ。マシです。これも教えてもらったんやけど、はい、とにかく顔が一番のセンサーやから、顔に感じる熱の暑さでも限界と思ってても意外と首から下はそんなに温まってなかったりするから、顔をちょっとこうやってタオルとかで覆ってあげると汗は？まだテープ、熱い、すごい。聞くと何分前から入ってた？もう10分ぐらい前。もう今限界ちゃうの？心臓どう？また大丈夫。結構こんだけ良くなった。嬉しい。頑張って。それぐらいで。そんなに慣れなくていいよ。だいぶな、だいぶ慣れました。グラビアアイドルじゃない。ちょっとだけ。あ、ちょっと手が出てきたな。はい。暑さ結構来てる？なんか慣れてきます。慣れてきた。オッケー。こんなに呼吸しようかので。そうですね。あ、じゃ呼吸吸い込むとやばい。鼻にこうやって。一旦、はい、水が優しい、はい、優しいか、はい、よし動いたら熱い、キューイングの吉川支配人に教えてもらったけど、はい、水、水風呂の水で流すんじゃなくて、かき湯はシャワーで。さっき入っとるね。そんなに冷たくないから、はい、入って、それ息吸って、手つけて、鳴らして、ほんで、ゆっくり息吐きながら吸っていく。せーの。力抜いて、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 これじっ、手出して、これじっとしとく、じっとしとく、横目の足とかも浮く感じで浮力で力抜く、で呼吸をこの時よく整える、タコロモンって言って、体の輪郭に温かいマグマ。痛くなってきた？はい。そうだね。うん、そう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 。すごい。あ、全然平気になってきた。あったかくなってきたよ、タコロモン。それ、タコロモン。タコロモン。タコロモンできた。すごい、あったかい。気持ちいいやろ。気持ちいいやろ。これ出るよ。不思議、うわーってくる。嫌じゃないやろ。すごい。あ、高い。ポコポコするやろ。ここあんまりもたもたせずに、はい、パパーっと体を大まかに拭いて、で休憩。ゾーンに入って。はい。外気浴エリア。面白い。すげえ、すごい、面白すぎるんですけど。そうで、はい、力抜いてください。で半開きで口、はい、やばい、なんだこれ、モザイク入れました。そう、気持ちよくない？はい、めっちゃ気持ちいいですね。分かってくれた？これ終わりたくない、終わってくれ、終わりたくない。で、これをまたもうワンセットして、はい、ほんなら今よりももう少し強くザーンってなって、で、3セット目してやったらもっとパーンって整って、まあ人それぞれやけど、そうやってこうだんだん整いが強くなっていく。血液が流れてるのを感じられる感じ。ああ、わかる。うん、なんか血が巡って
ってるいう感じで、それがまたいい。これハマりますね。ハマるやろ。ハマります。分かってくれた。めっちゃ気持ちいいです。嬉しい。また増えた。いやこれはやばい。見てください、マシ。あーすげえ。すごい。甘み。こうすげえやん。すごい、手もちょっと出てきたんです。やったね。嬉しい。血流がそんだけズワーって毛細血管が嬉しい活発なって、すごい。みちゃことはほんまにもう初めて出会ったので言うたらもう20年ぐらい。そうですね、20年ぐらいですね。アッコでお任せとかでも一緒で、アッコさんの集まりの時も一緒なんで、アッコさんの誕生会に必ず手作りケーキを持って行ってで、アッコさんが、まあ、儀式みたいなもんなんやけどね、一口食べたら、ね、これまずいって言って号泣するっていうのを毎年やってるんですよ、ね、だったら、うん、言ってほしいっていう気持ちになってきますよね。もう今はね、もうだんだん、ね、ありがとうございます、それもよし言ったみたいな感じになってます。もう今はそうなんだ。旦那さんが、ビクティムっていう、ブランド服作ってて、でそこの服が僕好きで、もともと好きで、まさかみちゃこがあのビクティムのあの人と結婚っていうのはちょっと当時びっくりして結構だから俺その前からみちゃこの恋愛話とかっていうのは、いやーもう全部言ってましたもんな。な聞いてたもんな。恥ずかしい恥ずかしい。こうテンション上がったりへこんだりしてるみちゃこをずーっと見て、そうですよ、なんか飲んだりしてましたよね前、うん、なんかバーで飲んで潰れるぐらい飲んで恋愛トークもね、みちゃこに幸せになってほしいなと思って、まあ、そこからもちょっと思うんだって言いましたけどね。経て結果今めっちゃ仲良くて、仲いいですね。これはちょっとここで終われないですね。よし、じゃあちょっと続きは次、今からウィスキング。もうそれも分からへん。行こうか。はい、じゃあとりあえずこれはこれで終わりますね。はい、行こうみちゃこ。はい。